それではただいまより第47回 AGI 成長戦略フォーラム日本経済学会会長就任記念特別講演として40年の研究者生活から日本の家計行動について何を学んだかと題し日本経済学会会長 AGI 特別教授神戸大学特命教授のチャールズ・ユージ・堀岡先生にご講演いただきます。 まずは当研究所理事長八田達夫より堀岡先生のご紹介をさせていただきます。はい。あの AGI の理事長の八田でございます。えー、堀岡先生えもうすでにあの会長になられてるんですけど日本経済学会会,会長ご就任おめでとうございます。であの私はですねあの堀岡先生の、えー、簡単のご紹介をしたいと思うんですがまず名前ですよね。 名前から明らかなように、堀岡先生は国籍はアメリカです。そしてアメリカでお生まれになって、でハーバード大学を卒業になり、また大学院もハーバード大学の、えー、ビジネススクールで PhD をお取りになりました。で、日本語はあの大学卒業してからあの日本に留学して勉強されて、でで若い時には、 東大であの一時勉強されたこともありますそして、まあ、あの私の知る限り最初の就職は京都大学のう経済学の講師をなさってそれからあとあの半大に非常に長いことを助教授准教授教授と、えー、されてそしてその後あ,あのしばらくしてから AGI の,あの教授になられ 副所長も務められまして、それで今は神戸に移られたというわけです。で、堀岡先生はですね、2002年に日本経済学会の中原賞というのをもらいました。これは45歳以下の人に与えられる、特別に優れたあの業績を上げた方に与えられる賞で、それを、あの、えーあのうん 受けたのち今回日本でまああのあ後であの詳しくお話があると思いますから研究内容についてあの、えー、まあ,あのここであまり詳しく申し上げるのも何なんですが一つはですねあの、まあ、3つ大きいのがあるとするとあのあとからのお話の準備としてすると一つはあの、えー、彼が20代で書いた 22歳かぐらいで書いたあのフェルスタインと書いたあの論文が、えー、フェルスタイン・えー、ポリオカ・パラドクスと言われても世界的に知られた論文で今でもずっと引用されてる論文です。それはあの資本が自由に移動する国際移動するならばあの、まあ、要するにあの必ずしも貯蓄の貯蓄率の高いところで投資が行われる必要はないんで。 そこの間のには相関がないはずなんだけども、実はあの投資っていうのは貯蓄率が高いところで行われているということを見つけて、そしてその後、あのその理由も豊子さんが説明されたという、まあ、そういうあの非常に大きなあの業績があります。それしてその理由もすごく面白くて、あの実は国際資本移動が行われても貿易の 障害がある時にはそれから、まあ、あの日本で非常に有名なのは1980年代に日本の貯蓄率が非常に高くて国際的に高くてですねでその理由がいをいろんな人があの、まあ、あの考えたんですけども例えば、えー、っと日本は社会保障が当時まだまだ <laughs> あの整備されてなかったから それでみんな貯蓄するんだとか、さううまざ、あ、まいろんな意見があったんですが、森岡さんはですね、一番重要な原因は、人口構成が若い人が多いから。で、若い人は貯蓄するし、と年寄りはそれを切り崩して、えー、その暮らす。この日本の人口の動態を考えると、2010年ぐらいには貯蓄率はもうゼロになるはずだと。だから、当時は考えられないような予想をしたんですが。 実際その通りになったとということがありますあと遺産に関してもあのお話があると思いますけれどもあの非常に重要なあの面白い日本人の遺産行動に関するその国際的な特色っていうのを示しておられます。だからまあ、総合的に見て、まあ、貯蓄行動人間の貯蓄行動に関する、まあ、世,界世界的権威というか、まあ、世界一の あの研究者であります。で、あの今日まあ私どもの A.G.I にですね、あの大友川先生とその奥さん,のさんと一緒にあのずっとあの研究活動してくださったことはまあ私のどもの研究者にとっても大変名誉なことですが、今回はその研究生活を振り返ったあの、えー、その。 振り返ってのご報告を、あの、伺えるということで、大変楽しみにしております。堀岡先生、よろしくお願いいたします。はい。それでは、ここから堀岡先生にご登場いただきたいと思います。はい。堀岡先生、<あ>どうぞよろしくお願いします。はい。あ、みさん、こんにちは。あの。 ご紹介に預かりました AGI 特別教授の,あのあ堀岡でございます。今日はどうぞよろしくお願いしますいたします。まずはあの画面共有を、えー、させていただきたいというふうに思います。 AGI にはですね、アジア成長研究所にはこの貴重な機会をあの与えてくださったことに対してあの非常に感謝しておりますし、あのまあ、特に八田理事長にあの今日の,あのフォーラムの司会をしていただき、あの花粉の,あのご紹介をいただきまして、本当にありがとうございました。それからあのお忙しい年末の時期に。あの 集まっていただいたあの監,修監修の皆様にもあのお礼を申し上げたいというふうに思います。で、今日は、えー、このスライドにありますように、えー、40年の研究者生活から日本の家計行動について何を学んだかというテーマについてお話をさせていただきたいというふうに思うんですけれども、まあ、それに先立ち、あまあ、監修の,あの皆さんの多くは私のことはあまり ご存知ないかもしれませんので、まあ、簡単なあの自己紹介を、えー、させていただきたいというふうに思います。まあ、八田理事長の方からもご説明がありましたけれども、私は、あの、まあ、あの、国籍はアメリカで、1956年にアメリカのボストン市、東部にあるボストン市にあの日系2世として、えー、生まれました。そして 学問も大学院もあのハーバード大学で学びましてあの85年にあのハーバード大学より経,営経済学博士号を取得いたしました。 八田、まあ、理事長の話もありますように、最初の就職が京都大学の経済学部だったんですけれども、その4年後には八田、まあ、理事長ご自身の,あのご尽力によって、まあ、大阪大学社会経済研究所のほうにあーあの転職す,あすることができまして、まあ、約25年ぐらいあの大阪大学にあのおりました。まあ、そののスタンフォード大学の客員 女教授コロンビア大学の,あの客員準教授を務めましたけれどもであの2年ほどフィリピン大学経済学の教授を務めた後ににこれもまた八田理事長ご自身のご尽力によってあの当時あの アジアあのまああのその八田、えー、理事長があの所長をお務めになっていたアジア成長研究所にあの転職することができましてあの4年半ほど首席研究員教授副所長理事としてあの務めさせていただきましたで、えー、っと4年半ぐらい前に神戸大学経済経営研究所の方にあの転職しましたけれども まあ、その間も AGI と深いつながりを維持しあの特別教授理事としてあのできるだけ多くの行事に参加させていただいておりますセミナーとかです、ね、あのコンファレンスに参加させていただいておりますそしてあの、まあ、今は日本経済学会の会長を務めさせていただいておりますけれども その直前は、Society of Economics of the Household というあの家計経済学の国際会議、国際あのあの学会の会長を務めさせていただきましたし、日本経済学会会長の任期が終わった直後にはですね、別の国際あの学会、International Association for リサーチ・イン・インカム・アンド・ウェルスという学会の会長に就任し、2年間その会長を務めることになっていますので、立て続けにまあ3つの大きな学会の会長を務めることになってしまいました。で、私は1978年に最初の研究論文を執筆し、それが1980年に出版されたんですね。これがパッタ理事長がおっしゃった。 フェルゾスタイン・ホリオーカパズルに関する論文だったんですけれどもしたがってその78年をスタート時点として考えますと、まあ、研究生活は45年あの送ってきたわけですが、まあ、あの最初の,あの就職が1983年でしたわでしでだったわけですからその83年をスタート時点として考えますと まあ、研究者生活が40年あったということになりますがいずれにしても、まあ、40年か45年にわたって研究を続けあのその間あの150本以上の学術論文を出筆しております。であの実は去年の3月に神戸大学を定年退職したんですけども、まあ、今でもあの特命教授としては残っておりますけども。 だから一種のこれを区切り,りを迎えましたんであの、えー、これを機にですね、私の40年か45年にわたる研究生活を振り返り、日本の家計行動について何を学んだかについて考えたいというふうに思っております。で、私の研究分野は、あのまあ、あの、 えと八田理事長の方からもご説明がありましたけれども大きく分けますと2つですね1つは国際金融特に国際資本移動に関する研究ですねこれはフェルスタイン・ホリオカパズルの論文から始まった、えー、研究ですでもそれよりはあの家計経済学に関する研究業績の方がはるかに多くあの例えばあの 家計,家,計家計の貯蓄行動、消費行動、住宅購入行動、遺産行動介護、親の介護行動、親子関係、資産格差などといったテーマについて研究をしてまいりました。そして研究の対象国としてはですね、あのアジア、特に日本ですね、でも日本以外にも韓国、インド、中国、あの えーっとトルコ、アジア全般、それから欧米に関する,あのに関する論文もあかなりあります。アメリカ、イタリア、ヨーロッパ全般に関するあの研究も行っていますし、最近、アフリカのガーナに関する論文も1本仕上げました。だから結構たくさんの対象国について研究を行ってきましたけど、 まあ一番多かったのは日本に関する研究でした。まあ,いあ、まあ、時間も時間ですので、まあ、私の自己紹介は大体そこまでにさせていただきたいというふうに思います。で早速あの本題に入らせていただきたいんですけどもまあご監修の皆さんの多くはあ,のあんまり経済学の専門知識がそれほどお持ちではない可能性がありますので。 まずは経済学とは何かについてあの簡単にご説,明ご説明させていただきたいというふうに思います。経済学は、えー、社会学、人類学、心理学などといったあの分野とともに社会科学の一つであるわけですね。で、他の,あの社会科学と同様、人間の行動を研究対象としています。 では、経済学は他の社会科学とどう違うのであろうか。まあ、一つの違いは、経済学者は数学的モデル、理論モデルを用いて人々の行動を描写しようとしています。そういう点では、えー、自然科学に近いわけですね。で、二つ目の違いは、経済学者は主に人間の経済活動、すなわち 物サービス、資産、労働サービスなどを売ったり買ったり消費したりするといった活動に焦点をあこれを焦焦点点点じゃなくて焦点するべきでしたね焦点を当てています。で3つ目の違いは経済にはあの、まあ、家計、企業、政府などといったさまざまな経済主体がいるわけですけれども経済学者は伝統的には全ての経済主体 が合理的であり利己的であり遠視眼的先読み的あるいは計画的であると仮定していますこの3つの仮定をあー従来は置いてきました人々はあるいは企業はまず1番に合理的である2番目に利己的であるで3番目に遠視眼的先読み的計画的であるとそういった仮定を設けてきました ちなみにこの各私の専門は家計の行動なんですけどこの家計という言葉はまああんまり聞き慣れない言葉かもしれませんけども経済学者はこれをまあ個人ですね消費者の意味で使っていますその普通は家計は家計簿のことをまあ連想するかもしれませんけど家計が何をする経済学者が使う家計という言葉は何を指すかといいますと 個人またはあの消費者を指すわけですね。それをちょっと念頭に置いていただきたいというふうに思います。そして家計についてもうちょっと話しますと、経済学者は家計は自分の幸用、満足度,幸せ度、幸せ度が最大になるように行動し、企業は自社の利潤が最大になるように行動すると仮定しています。 つまり経済学者はこれらの経済主体は合理的でありしかもあの自分のことしか考えないと仮定しているわけですねところが、えー、最近多くの経済学者はこれらの仮定が誤っており現実には必ずしも当てはまらないと主張しています例えば多くの経済学者人間は必ずしも、えー、合理的ではない人 人間は必ずしも理己的ではない人間は必ずしも先読み的ではないと主張する多くの経済学者は主張しています例えば行動経済学者これは最近急成長している分野ですけれども行動経済学者は人間は必ずしも合理的ではないと主張しているのが特徴であります で今日の演題の目的は、えー、伝統的な経済学者が、えー、経済学が仮定するように、えー、家計が合理的である。家計が利他的で、あごめんなさい、これ、利己的ですね。利己的である。家計が遠視眼的、あるいは先読み的、計画的である。 あるるのかについて検証することでありますこの3つの過程が、えー、実際に成り立っているかどうかについて明らかにすることが今日の講演の目的であります。で順番にこの3つの過程について見ていきたいと思います。最初の過程は、えー、家計が合理的であるという過程ですけどこの過程は果たして正しいのでしょうか まず、理論的なあの話をさせていただきたいんですけれども、家計が合理的であれば、自分の行用あるいは満足度、まあ、行用は経済学の専門用語ですけれども、満足度、幸せ度として考えてもいいと思うんですけども、家計が合理的であれば、自分の行用が最大になるように行動するはずですね。しかし、家計の 実際の行動について見てみますと、この原則から、原則から乖離しているケースが多いわけです。例えば、株式に投資した方が収益率がはるかに高いのに、日本の家計は他の国民ほど株式に投資しないという傾向があります。まあ、この表は、株式の家計に、株式の家計の金融資産に占める割合。 これが G7、主要あの、主要先進国について、えー、示したものでありますけれども、例えばアメリカでは株式が家計資産の36.8%、3分の1以上を占めます。フランス、イギリスでは約5分の1を占めます。カナダでは6分の1、ドイツでは、ドイツ、イギリスでは10分の1以上。日本では 株式の家計の金融資産に占める割合は8%以下なんですね。G7 諸国の中では、えー、極端にこの割合が日本では低くなっています、まあ。アメリカの4分の1以下になっているわけですね。つまり、日本人は、えー、他の先進国ほどの国民ほどは株を保有しないと。 いう非常に顕著な傾向が見られますもちろん日本人は他の国民よりも心配性、危険、回避的であり、それを考慮すれば日本人が株式をあまり保有しないという行動は合理的であるのかもしれません。まあ、その説明は一理ありますけれども、それだけでは説明できないというふうに思います。日本人が株式をあまり あの保有しないのはやはり金融リタラシーが低いからではないかと私は個人的に思います。つまり金融リタラシーが低いがために合理的な意思決定ができず株式の保有が少ないのではないかというふうに思います。つまり十分な知識を持っていないがために株式,の株式投資をそれほど行っていないのではないかと思います。 そこでこの仮説を裏付けるために金融リテラシーに関するデータを示したいと思います。この表はあのまあ主要な先進国について示した表ですけども、これは金融リテラシーが高い成人の割合を示した表です。例えばカナダ、イギリス、ドイツではえ家計の 3約3分の2が金融リティシーが高いんですね。アメリカ、フランスでも家計の半分以上が、えー、金融リティシーが高くなっています。金融リティシーが一番低いのは日本とイタリアであって、えー、金融リティシーが高い人の成人の割合は、 約4割に過ぎないわけですね日本は下から2番目になっています、金融リテラシーをあのに関しては。だから、やはり日本では金融リテラシーが低く、それが原因で人々が株に投資したり、あのそれ以外の合理的な行動を取ることがあの、えー、妨げられているのではないかと。 いう,ふうに私は考えますそういう意味では、えー、日本人は、えー、必ずしも、えー、合理的ではないんじゃないかという結論になろうかと思います。以上が最初の仮説に家庭に関する検証ですけども次に2つ目の仮定家計が利己的であるという 家庭が特に日本で正しいかどうかについて見てみたいと思います。で、まず理論的な話をしますと、家計が利己的であれば自分のことしか考えず、家族のことも赤の他人のことも考えないはずですね。で、逆に 家計が利他的で,他的であれば自分のことだけではなく、まあ、もちろん自分のこともある程度は考えるかもしれませんが、それ以外にも家族のことも赤の他人のことも考えるはずですね。したがって、高齢の親の面倒を、えー、見るかもしれませんし、子どもに遺産を残すかもしれませんし、ボランティア活動をするかもしれませんし、あの非営利団体に寄付をするかもしれません。 従って人々が利己的であるか利他的であるかによって、まあ、行動が大きく変わってくるはずですね。そこでまず、えー、親子関係について親に対する、えー、と利他主義あるいは子どもに対する利他主義の度合いについて見てみたいと思います。 で親が子どもに対して利己的であれば、子どもに遺産を残さないか、あるいは何らかの見返り、交換条件、例えば同居または介護ですね、高齢期における介護がなければ、子どもに遺産を残さないはずですね。つまり、子どもから何らかの見返りがない限りは、子どもには一切遺産を残,残さないはずです。 利己的な親は子どものことはどうでもいいと思っているわけですからそれに対し親が子どもに対して利他的であればいかなる見返り交換条件がなくても子どもに遺産を残すはずですね子どもに対する愛情を抱いているわけですから何の見返りもなくても子どもに遺産を残すはずですしたがって親の遺産動機について見ることによって親が えー、子供に対して利利己的であるのか利他的ででああるるののかが分かか他がりますそこで、えー、私が、えーまあ、ほとんど最初から携わってきた大阪大学の21世紀 COE プログラムあるいはグローバル COE プログラムが実施したアンケート調査がありましてそのアンケート調査では日本アメリカ中国インド4つの国について 同じ調査を行っています。家計を対象とした調査を行ってまして、この調査では幸い、あの遺産動機について詳しく聞いているわけです。で、この,あのアンケート調査からの遺産動機に関する結果は、ここに示しました論文にあの詳しくあの書かれて、紹介されていますけれども、今日は その時間の関係もありますので、あのハイライトだけ紹介させていただきます。で、この表はこの大阪大学のアンケート調査からの遺産動機に関する結果をまとめたものです。そして、この調査は中国、インド、日本、アメリカにの,の4カ国で実施されましたので、4つの国のデータが結果が示されていまして、赤になっているのが日本の にすする結果ですねそしてこの調査ではあの全部で7つの考え方が示されてまして回答者に対して自分の遺産同期に関する考え方に一番近い考え方1つに丸をつけてくださいという質問がありまして7つの選択肢がありました。 例えば、いかなる場合でも遺産を残すつもりである。あるいは、遺産を残したら子供の働く意欲を弱めるから、いかなる場合でも遺産を残すつもりはないと。こういった考え方は、子供のことを気にしてる、気にかけてるわけですから、利他的な遺産動機と言えるわけですね。 逆に子供が老後の世話、介護をしてくれた場合にのみ遺産を残すつもりである。あるいは子供が老後の生活、老後において経済的援助をしてくれた場合にのみ残す。あるいは遺産を積極的に残したいと思わないが余ったら残す。あるいは自分の財産は自分で使いたいから、いかなる場合でも遺産を残すつもりはないと。この4つの考え方は、まあ、 利己的な考え方であるわけですね。遺産を残さないか、あるいは子供から何らかの見返り、例えば世話、介護、経済的援助があった場合にのみ遺産を残すわけですから、子供のことはどうでもいいと思ってて、まあ、子供から見返りがない限りは遺産は残さないという考え、利己的な考え方ですね。で、最後に子供が家業を継いでくれた場合にのみ遺産を残すつもりである。これは あのまあ、今日は詳しく説明しませんけども、王朝的な考え方ですね。自分の,あの家の存続を望んでいる人たちの考え方ですねあい、まあ。ごめんなさい、家じゃなくて家業。家業の存続を望んでいるから子どもが家業を継いでくれた場合にのみ遺産を残すと。これも、まあ、ある意味では利己的な考え方ですね。子供のことを気にしているというよりは あの子どもがなんかあの見返りを与えてくれた場合のみ遺産を残すという考え方ですから広い意味では利己的な考え方です。で結果を見てみますとまず利他的な考え方を持っている人たちの割合これはインドでは76%アメリカでは67%極端に高くなっていますね。インド人とアメリカ人の半分以上 3分の2以上は利,利,利他的な遺産動機を持っています。それに対し、利他的な遺産動機を持っている人たちは中国とインドでは約、あ中国あ日本と中国、日本と中国では約3分の1に過ぎないわけですね。半分以下になっています。したがって、あのアメリカ人とインド人、まあ、遺産動機に あのついて見る限りはですね、アメリカ人とインド人は、えー、日本人と中国人よりもはるかに利他的であるということが分かります。で、利己的な遺産同期を持っている人たちの割合を見ますと、まあ、当然、まあ、全部合計したら100になるはずですから、えー利利己的利、利己的な遺産同期を持っている人たちは日本と中国 中国の場合の方がはるかに高くなっているわけですね、65%、55%。アメリカ、インドでは、利己的な遺産、動機を持っている人たちの割合は2割、3割に過ぎないわけです。だから、国によって、えー、その人々,の人々のが利己的であるか、利他的であるかが大きく異なりますけれども、まあ、あ 全ての国において2つの考え方が混在しますけど、それぞれの割合が国によって大きく異なるということがお分かりいただけた、いただけたかと思います。以上が、あの、親子、親から親あの、子供に対する親の、あの、えー 親が利他的であるかどうかに関する話だったんですけど、次は他人との関係についてあの考えたいというふうに思います。でまず理論的な話から、えー、入っていきますと、人々が他人に対して利己的であれば、ボランティア活動も、あまあ、利己的であれば、ボランティア活動も寄付もしないはずであり、 手助けを必要としているあの他人を助けないはずですね。それに対し人々が他人に対して利他的であればボランティア活動も寄付もするはずでありますし、手助けを必要としているあ他人を助けるはずですね。したがって人々がボランティア活動、寄付などをするかどうかについて見ることによって、あるいは、えー 手助けを必要としている他人を助けるかどうかについて見ることによって、人々が利己的であるのか、利他的であるのかが分かります。で、幸い、あの、ギャラップ社という、おそらくアメリカの調査会社だと思いますけど、が2016年にこういったアンケート調査を実施しています。あの、そういった、あの、 寄付行動とかボランティア活動に関するアンケート調査を実施、あの140カ国において実施してまして、今日はその大規模な調査からの一部の結果を紹介したいと思います。で、この調査では3つの利他的な行動に関する質問が3つあります。あなたは過去1ヶ月の間に慈善団体に寄付をしましたか あるいはボランティア活動をしましたかあるいは手助けを必要としている他人を助けましたかという3つの質問があります。で、全世界の平均を見てみますと、19%が過去1か月以内に事前団体に寄付をしていました。13.5%がボランティア活動をしてしたことがあったと答えました。そしてント、約30%が手助けを必要としている 他人を助けけたたと答えたわけですねだから利他的な行動、1ヶ月に限ってもですね、利他的な行動を取った人がかなりいるわけですね。1割から3割いるわけです。まあその利他的行動の種類にもよりますけれども。だから人々が完全に利己的では、他人に対しても利己的ではないということは確かであって、まあかなりの割合の人が 利他的な行動をとっていますそしてこれを過去1ヶ月じゃなくて過去1年過去5年過去10年にもっと広げていったらあのこのそれぞれの割合がどん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 高くなっていくはずですね。1ヶ月に限ってもこれだけの人が利他的に行動をとっているということは人々はかなり利他的であるということを示しているのではないかというふうに思います。 で総合この3つの尺度を全部総合した国別ランキングについて見てみますと、ミャンマーがトップで70%。70%の人が1ヶ月以内に何らかの利他的な行動を取ったわけですね。アメリカは6割、あとオーストラリア、ニュージーランドは約6割、スリランカも6割近く。で下の方に 一致しているのがインド29%、日本24%、中国11%。つまり、日本人と中国人は子どもに対しても赤の他人に対してもあ,あんまり利己的ではなく、どっちかといえばあ、あんまり利他的ではなく、どっちかといえば利己的であると。逆にアメリカ人は、 えー、家族に対しても赤の他人に対してもかなり利他的であるとで。インドは面白いケースで、家族に対してはかなりあの利他的、あ子どもに対してはかなり利他的でですなんですけども、他人に対してはそれほど利他的ではないと。そういうちょっと矛盾に、あの矛盾であるかのように見えるような結果になっています。 からどの国においても利己的な人と利他的な人が混在していますけれども、日本人は家族に対しても他人に対しても他の国民よりも利己的であるかのように見えます。もちろん日本人の中には、えー、中にもその利他的な人がある程度はいるわけですけれども。以上が2つ,もの2つ目の仮定ですね。家計が 理、えー、己的であるという過程に対する証拠でした。で、最後に3つ目の過程、家計は遠視眼的、あるいは先読み的、計画的であるかに、であるという過程に関する証拠を示したいというふうに思います。で、まず理論的に考えますと、 家計が近視眼的であれば、長期計画は一切立てず、今日稼いだお金は全部今日中に使い、貯蓄を一切しないはずですね。まあ、江戸っ子はい言の銭は持たないという考え方は、えっと、ことわざはまさしくこの考え方を表しています。近視眼的な人のが言うことですね。逆に家計が遠視眼的であれば、 長期計画はしっかり立て、今日稼いだお金の一部を貯蓄に回し、将来、特に老後に備えるはずですね。だから、えー、と生活設計と資金計画に関する証,あ証拠、貯蓄目的に関する証拠を見ることによって、まあ、人々がどの程度遠視眼的であるか。 がある程度分かるわけですね。で、幸い、えっと、金融広報中央委員会という組織、これは日本銀行情報サービス局になる委員会なんですけれども、この委員会が毎年大昔からアンケート調査を実施しています。家計の金融行動に関する世論調査、世論調査を実施していまして、 この調査の中で生活設計、資金計画、貯蓄目的についてあの詳しく調査していますので、人々が、日本人が遠視眼的であるかどうかが、えー、この調査から、えー、かなり、えー、詳細に、えー、分かるわけです。ので、まあ、この調査からの、えー、結果を紹介させていただきたいと思います。 で、生活設計、資金計画について、まず理論的に考えますと、家計が近視眼的であれば、えー、生活設計も資金計画もあ立てていないはずですね。逆に家計が遠視眼的であれば、生活設計も資金計画も立て立て,ているはずですね。しかも計画、えー 家計が近視眼的であれば計画期間が短いはずですが家計が遠視眼的であれば計画期間が長いはずですね。従って家計の生活設計資金計画について見ることによって家計が近視眼的であるのか遠視眼的であるのかが分かるわけですね。でそこでこの 金融あの広報中央委員会が実施しているアンケート調査からのデータを紹介したいと思います。でこの調査は毎年実施していますけども、まあ、ちょっと表が字があんまり、えー、細かくならないように5年ごとのデータだけをこの表には示してあります。そして、例えば生活設計があると答えた人の割合。 あるいは生活設計は今はしてないけど将来する予定である人たちの割合あるいは生活設計は今もないし将来もするつもりはないという人たちの割合も分かりますで同様に資金計画策定について現在策定してるか現在は策定しないけど将来策定する予定であるかあるいは 現在も将来も策定する計画がないという人たちの割合が示されています。で、まず一番上にあるあの生活設計についてなんですけども、まあ、あの、最初の2つを合計すると、これは結構遠視眼的な人であるわけですね。すでに生活設計をしているか、将来生活設計をする予定である人たちですから、 ですこの2つの数字を足し合わせますと85年には、えー、と大体73%だったわけですねだから7割以上の人がせ既に生活設計をしているか将来生活せ設計をする予定であったわけですねであの2022年の結果を見てみますとまあ78%がパーセントが 生活設計を既にしているか将来する予定であったわけです。だからまあ,あの若干増えていますけれどもそれほど顕著な上昇傾向ではありませんけれどもまあでも最初から高かったわけですね。だからどの年を見ても7割から8割の人が生活設計を既にしているか将来する予定であったわけです。だから日本人はその尺度を使う限りはかなり計画的でありかなり遠視感的である。 とということがわかります次にこの表の,あの下半分の結果を見てみたいと思いますけどここでは資金計画に関する結果ですねそして同じように資金計画をでに策定しているあるいは今は策定してないけど将来策定する予定であるという人たちの和を取りますとつまりこの2つの数字の合計を取りますと 2000年あこの質問は2000年からしか取ってない聞いてないんですけども、一番最,最初の年の2000年の結果を見てみますと、92%の人が資金計画あ、これは生活設計を立てている人たちを分母とした場合の数字でだから生活設計を立てている人たちのうち92、92%が資金計画まで。 策定しているあるいは策定する予定であると。で2022年の結果を見てみますと91.4%となってますけどこれについてもそれほど大きな変化はないですけども最初から高かったわけですね。生活設計を立てているあー回答者のうち9割以上、まあ、約9割が 試験計画まで立てている、あるいは策定する予定であるという結果になっています。ちなみに、ちょっとあのこういう言葉の意味がよく分からないというあ監修の方もいらっしゃるかもしれませんけど、生活設計は例えば、まあ、老後のに向けてこう準備をしているという人たちは生活を設計をしていると言えるわけですね。そして ただ、例えば、金額までは決めていないと。資金計画を策定している人たちは、老後のための、ために準備する必要性を感じているだけではなくて、具体的な金額まで決めていると。例えば、定年まで2000万円を貯めておきたいと。そういう具体的な目標まで持っている人たちのことを指しているわけです。この資金計画という用語は。 だから日本人のかなりの割合は、まあ、生活を設計を立てており、かつ資金計画まで策定しているということがこの図からお分かりいただけると思いますので、まあ、かなり遠視眼的であるようであるわけですね。で次にあの計あ、策定期間について見てみますと、まあ、どのぐらい先まで生活設計をしているかに関するあの結果なんですけども、 1>, あのまあ、1年、1、2年先まで、3年から5年先まで、10年先まで、20年先まで、20年,年より先までという5つの選択肢がありますけども、例えば10年以上、10年を1つの区切りにして、10年以上の人たちの合計をとってみますと、85年には60%。 2022年には、えー、75%だったわけですね。だから半分以上の人が、えー、その10年以上先まで計画を立てていると、あの生活設計を策定しているということになりまして、しかもかなり顕著な上昇傾向が見られます。85年には約6割の人が10年以上先まで、えー、計画を立てていたと。 2022年になりますと75%が10年以上先まで資金生活設計を立てていたわけですね。だからもともとこの,あの長い計画期間を持っている人たちの割合が多か高かったんですけどもその割合がますます高くなってきており。 日本人は時間とともにますますあ先読み的、遠視眼的になって、計画的になっているであるかのように見えます。で別の証拠としてですね、今度はあの貯蓄目的に関する証拠をお示ししたいと思いますで。まず理論的に考えますと、家計が近視眼的であれば、 貯蓄を全くしないはずであり貯蓄をしたとしても主に旅行レジャーなどのような短期の目的のためにしているはずですね逆に家計が遠視眼的であれば、えー、貯蓄を熱心にするはずでありしかも主に老後などのような長期の目的のためにしているはずですねしたがって 家計の貯蓄目的について見ることによって家計が近視眼的であるのか遠視眼的であるのかが分かります。で、この表、実はその先ほど紹介した金融広報中央委員会の,あのアンケート調査なんですけども、このアンケート調査は生活設計、資金計画だけじゃなくて貯蓄目的についても詳しく聞いてます。したがって同じ調査から 貯蓄目的に関する結果も抜き,抜き出しました。で、ここに結果が示されています。それって全部で11の目的についてあの、結果が得られていますけれども細かい、細かくは紹介しませんけれども、例えば85年の時点では、これはそ,のそれぞれの目的のために貯蓄している人たちの割合です。 で複数回答ですので合計しても100を超えるわけですね。3つまで丸をつけることができたわけです。で85年では、えー、病気、不治の災害のために貯蓄している人たちが一番多く77%の人たちがその目的のために貯蓄してました。2番が子どもの教育資金。 で老後の生活資金は3番だったんですけども、まあ、2番との差はほとんどありません4割以上の人が子どもの教育資金のための貯蓄もしていましたし老後の資金計画生活資金のためにも貯蓄していたわけですで老後の生活資金のために貯蓄している人たちの割合これが一番長期の貯蓄目的ですねこのの目的の ために貯蓄しているたちの割合は年々増えて最後の年には68%に達しているわけです。ね。そのままあ、2020年には 7, 7割に達していたわけです。だから、あのこの35年の間に老後の,あの老後目的の重要性が急速にあの増えて、 約4割から7割まで増えたわけですね。この老後目的のために人た貯蓄している人たちの割合が4割から7割まで増えたわけです。で、その、えーとですね、15年以降はこれが一番重要な目的になっています。ついに2015年には病気、富士の災害を超えて一番の目1位の目的になったわけです。 で、まあ、遺産としての、として資産に残すための貯蓄目的、遺産目的はそれほど重要ではなく、まあ、増えてはいるけど、三割から3%から始まって、まあ、1割は超えていないわけですね。だから遺産目的はそれほど重要ではない。これは先ほどの日本人はあまり遺産を残さないという。 あの結果と整合的であ,るあります。でも少なくとも老後目的は非常に重要であり、まあこれは日本人は、これは一番あの計画期間の長い貯蓄目的ですから、まあ、遺産目的を除けば、まあこの結果からもですね、日本人はかなり遠視眼的であるということが、えー、分かるのではないかと思います。だから結論として、 日本人の大半は生活資金を立てており、しかも具体的な資金計画まで立てており、あの策定期間が比較的長い。しかも日本人は主に老後などのような長期の目的のために貯蓄をしているということも分かったわけですね。さらに 今日はこの話はしませんでしたけれども、日本の家計貯蓄率は最近までは他の国よりもはるかに高かったわけですけれども、このことも日本人が遠視眼的であることを示唆します。従って、日本人は他の,他の国民よりも遠視眼的であるかのように見えるわけですね。しかし、まあ、最近は日本の家計貯蓄率は急落しており、特に 高齢者の貯蓄が下がってきていますけれどもまあそういう一番最近の時期を除けばまあ日本人は他の国民よりも遠視眼的であるかのように見えるわけですね。そこでその3つの過程に関する証拠の紹介が終わりまして家計の本質に関する結論を述べたいと思います。 で現時点の結論は、えー、家計の本質は国によってかなり異なると。日本人は他の国よりも、他の国民よりも非合理的、利己的で、かつ遠視眼的であるというように見えるわけです。でつまり、日本人は伝統的な経済学が仮定しているとおり、利己的であり遠視眼的で,ではあるんですけれども、 必ずしも合理的ではないという結論になろうかと思います。で、あんまり時間があり残ってませんので、まあ、その理由についてそんなに詳しくお話しすることはできませんけども、まあ、一言だけ申し上げさせていただきます。なぜ日本人は非合理的でなのかについては、先ほども申しましたように、 金融リテラシーが低いからではないかという気がいたします。で、なぜ日本人は利己的なのかについては、ひょっとしたら宗教心が低いからではないかという気がします。というのはですね、アメリカ人とインド人は非常に宗教心が強いわけですけども、で、その、その2つの国では、えー 人々がかなり利他的であるということが先ほどのデータから分かったわけですから、どうも宗教心と、えー、利他主義の度合いの間に相関があるような気がします。より宗教心の強い国民の方が、えー、より利他,利,て利他的であるのではないかという気がします。で日本人と中国人は宗教心が比較的 低いわけですけどもあのその2つの国では人々はあのどっちかといえば利己的であるという結果が出ましたのでやはり私の仮説を支持するあの結果になっています。で3つ目なぜ日本人は遠視眼的なのかこれについてもまあはっきりしたことは分かりませんけど日本人は性格的に真面目であり心配性であるからではないかという気がいたします。 で時間がほとんどなくなってしまいましたけど、最後にあの今日得られた分析結果からですね、政策的インプリケーションをあの引き出したいというふうに思います。で日本人の一つの特徴は、えー、他の国,国民よりも非合理的であるということが分かったんですが、その問題を解消するためには、消費者教育、金、 金融経済教育を充実させ、日本人の金融リタラシーを高め、より合理的な意思決定、行動ができるようにするべきではないかと私は思います。だから、人々が非合理的である理由が、えー、日本人の金融リタラシーが低いからだとしたら、まあ、金融リタラシーを高めなければならなくて、高めるためには消費者教育、金融経済 教育が効果的であるわけですね。そして学校のみならず家庭,家庭勤務先地域などにおいても金融消費者教育金,金融経済教育を行うべきではないかというふうに思います。で日本人は株式などに投資しない問題については政府は 貯蓄から投資へというスローガンを訴えニーサやイデコなどといった税制面の優遇措置を設けることによって国民の株式の保有を促そ,促そうとしているわけですね。まあこれは良いことではありますけども十分な知識を持たないまま株式投資に走ったら危険でありまず消費者の消費者教育 金融経済教育を充実させることが先決ではないかというふうに私は思います。最後にあの結びを申し上げたいと思います。今日お話ししたとおり私は40年あるいは45年以上家計行動について研究をしてきて。 家計の本質がだんだん分かってきましたけれどもいまだになぜ国によって家計の本質行動が、えー、異なるのかなぜ日本人の本質行動が独特なものになっているのかについては十分把握しておらずその原因究明に余生を捧げたいというふうに思います。でまた研究を増減の党の中で行うのではなく社会に役に立つような研究をし 研究成果から政策提言を引き出したいというふうに思っております。まあ、私はやり残した研究がまだまだたくさんありますし、あの幸いまだ心身たまに元気ですので、さらにあの40年間は研究を続けたいというふうに思います。そして40年後にこの講演の続編をさせていただきたいと というふうに思いますのであの、楽しみになさってください。ご清聴ありがとうございました。堀岡先生、どうもありがとうございました。あの非常にあの、えー、分かりやすくですね。えー、まあ、経口度っても非常に大きくの多くのトピックがあることが分かり、そ,それをいろいろ研究してらっしゃることを紹介してくださって、大変勉強になりました。であの 最初に、まあ、私からあのいくつか質問をさせていただきたいと思うんですが、えー、っとまずその金融リタラシーの問題なんですけどね、あの結局あ、さっきの株にあ投資するというのはあの投資信託も入っているわけですか。はいそうすると、アメリカなんか見てるともう、えー、サラリーマンは普通投資信託にあの非常に多くあの、えー、貯蓄しますけども、日本の場合は、 2つの理由で、あの投資信託、うまくいかなかったと思うんですよ。で、1つはやっぱりもう手数料、すごく高かったですね。で、これはもう近年、ものすごくかうまく解消されて、これ、全部の投資信託がっていうわけでも,もちろんないですけども、ノンロードのやつでは、あのもうほとんどゼロの,あの取引費用になって、手数料になったのが現れてきましたし、実際、それすごくあの、えー、人気を集めていて。 えー、大変な速度で伸びていると思いますそれから税制がですねあのまあこの2歳なんかは素晴らしいんですけどちょっと前までは普通の株でやると、えー、あのちょっと前っていうかあのかなり長く、えー、っと基本的に定期税に非課税だった時代が長かったんですがあの投資信託だとバッチリ税を取られるということだったから、うん、まあその税制も非常に その投資進捗を妨げてるそうすると普通の家計が株式投資するのに単独の株買うのはもう極めて危険ですからそれこそ,うそう金融リタラシーに反しますから金融リタラシーを持ったら投資信託をやるべきなんだけどもそこがそ税制の面でもそれからまあ実際の、うん、手数料なんかの面でもおかしかったしそれしかも、えー、いろんなまあガバナンス上の問題があってその えー、あれですよね、壁あの証券会社はもう自分のところで売りたいものをどんどんあのその投資信託に積み込むっていうようなことがあったから、まあ、これ、確かに鶏か卵かの話ではあるけども、まあ、普通の金融リテラースに持ってたら、なかなか投資信託やるのが不利だった状況にあったという面があるんじゃないかなと思うんですが、その辺ちょっとどういうお考えかっていうのが一つです。それからもう一つはですねあの えっと、まあその、遺産を利他的な目的で残さないっていうんですが、これはやっぱり相続税も非常に関,し関係してると思うんです、日本は国際的に見て、非常に高い相続税ですから、もし子供なんかしようと思ったらば、生前に教育をしたり、贈与したりすることの方が、遺産を残すよりも、まあ、利他的な行動かもしれない。 いうことのに関してこう、税のことをどう考えただから、えー、っと、最後にですね、その、まあ、最後から2つ目か、3つ目はですね、その、えー、っと、この、老後の目的がどんどん増えてきたというのは、あのやっぱり一つは寿命が延びたということも関係あるかもしれないですが、もう一つはやっぱり、 あの同居が減ったということもあるでこれはあの実はあの遺産を残さない方が <laughs> 遺産を残さないというかこのき,きちんと老後の目的に貯めるっていうことは子どもに迷惑をかけないための最も利他的な行動なんではないかな。でまあこれ利他的か利己的にこだわるわけじゃないけどもその同居をしない特に。 あの田舎とそれから東京とで、まあ、大都会とで別々に住むようになったことが非常に大きく同居の状況から離れたということがあの親としてはちゃんと自分の,あの老後をやろうという動機を作ってるんじゃないかなというでこれはまあ長くなって恐縮ですねもうこれただのコメントですが宗教は宗教のタイプによるいろいろありますけども 多くの宗教が、えー、あの宗教に金を出すと自分自身が救われるという最も利己的な理由である場合が多いんでこれを必ずしも利他的と言えない場合もあるんじゃないかなというふうにこれも単なるコメントです以上ですどうもあっ服部理事長どうもあのいろいろあの、えー、あのあの 褒めていただいて、かつあの大変有益なコメントをいっぱいいただいて本当にありがとうございます。全てについてあのおっしゃる通りですので、あの全くあの、えー、異論はあ,のありません。1、まあ、つずつについて簡単にお答えさせていただきますと、まあ、最初の,あの株式ですね、どうして日本人は株式しないのか。まあ、これはもちろん金融レタラシーが。 唯一の原因ではなくて他にもいろんな原因があって手数料が高いこととかですねあの税制がちょっとあの歪みをもたらしているというそれはおっしゃるとおりでしてまあそういった歪みですねいろんな、えー、規制とか歪みとか税制 これはあの人々の行動を歪めているとしたら、それをしっかり是正するべきだと思いますし、まあ、おっしゃるとおり、すでに是正されつつあるということがあると思います。それは全く同感です。で2つ目の,あの、えー、とコメントはですねああ、遺産について、そうですね、あの人々が利他的であるか、利己的であるかが唯一の説明ではなく、あの遺産同期が国によって異なる。あの 理由としてそれだけではなく、もちろんその税制とか他の制度の違いがあると思いまして、あのそうですね、アメリカはほとんど相続税はゼロですねあの、払う人はほとんどいませんし、中国はもう全く相続税という制度が、まあ、将来できるかもしれないけど、現時点では全くありません。インドもおそらくそれほどないと思うんですけど、日本は極端に相続税が高いし、 まあ数年前にねあの、あれが事実上の引き上げがあったわけですからあの、まあえーえー、おっしゃる通り、相続性が高いがために人々があまり遺産を残していないと、それをやっぱり考慮するべきで、それがその日本では人々があまり遺産を残さないということの一つの原因かもしれません。まあ、それからさっきあの貯蓄目的のところで示しましたけれども、日本では子どもの教育費のための貯蓄が えー、非常に重要であるわけでして、どうも日本人は遺産の形よりは教育投資、子どもへの教育投資、あるいは結婚資金への,あの援助とかですね、住宅購入への援助、そういった生前増業の形の、えー、移転はかなりあるようです。他の国よりは、まあ、国際比較するのは難しいわけですけど、かなりあ他の国よりも。 はるかに多いというのが私の印象ですので、そこまで入れたら日本人の世代間移転ですね、えー、遺産プラス生前贈与、まあ、それほど低くないのかもしれませんので、もっときっちりした、もっとあの広い概念の,あの、えー、世代間移転を使って、えー、分析を行う必要があるかと思います。それも貴重な、えー、ご指摘でした。 老後目的については、そうですね、これについてもいろんな決定要因があって、寿命が伸びていること、同居が減っていること、いろいろ、えー、ありまして、確かに老後のために熱心に貯蓄しているということは、まあ、利他主義子どもに対して利他,利他的であることの表れかもしれませんね。子どもに迷惑をかけないがためにあの、いっぱい老後を貯蓄をしていると、それもおっしゃる通りだと思います。 でもう一つは今日はあの触れませんでしたけども2000年に公的介護保険制度が、えー、っと導入されましたのでその子どもに頼らなくても国が面倒を見てくれるという制度ができたわけですのでまあ,あのそれによってひょっとしたら将来的には老後貯蓄が もっとと少なくなくるる可能性はあると思いますただそのセールが導入されてもう20年以上経っているのにもかかわらず人,人々があのまあ,あの以前以上に老後貯蓄をしているというのがちょっと不可解なような気もしますけれども。でも、まあ、年金というあの 要因もありまして年金については将来制度が破綻するんじゃないかと給付が引き,下げるんじゃ引き下げられるんじゃないかと支給開始年齢が引き上げられるんじゃないかといろんな人々は年金について非常にあの強いあの不安を抱いているのでそれがあの老後貯蓄をあの下支えしている可能性もあるのではないかという気がします。 で4番目の,あの宗教についてですけど、そうですね、まあ、あの <laughs> これはあ,のある意味では、あのそうですねあの、えーっと、宗教に金を出す人は利己的であるということはおっしゃる通りかもしれません。私の,あの、まあ、共通の知り合いが一人おりまして、非常に熱心なキリスト教信者の経済学者がいますけれども、彼はある日、いきなり熱心なキリスト教信者になって、 子どもへ,への世代間移転が、えー、まあ非常に大幅に減ったとでその分だけ教会に寄付したとでその理由はその天国に行ったら神様になるべく近いあの高い地位に就きたいからあの、えー、教会への寄付を増やしたとおっしゃってましたのでそうですねあの宗教 とほどあの子供に残す遺産を減らすという可能性も十分あるというふうに思います。いずれにしても、あのどの点についても全く同感ですので、あのいろいろ補足していただいてありがとうございました。堀岡先生、あの本日は貴重なご講演をいただきましてどうもありがとうございました。あ、こちらこそ本当にありがとうございました。たくさんのご,ご意見いただいてありがとうございました。